クレサン州は、中華民国の軍人、政治家、北京政府、直令派の軍人、後に、中華民国臨時政府、南京国民政府の要人となった。保定工部堂を卒業し、日本へ留学する、陸軍主管学校を卒業した。帰国後は、尊伝法の部下となる。国民政府の北伐を迎撃する際には、暗黒軍、第二軍第六根成旅旅長を務めている。 1926年、孫伝法の主力部隊が中国国民党の北伐軍に敗北すると、クレサン州は天津へ逃れて下野した。その後、帰郷している。国民政府時代になると、政定権に駐屯していた国民革命軍がクレサン州に対して様々な名目で税金徴収や邸宅専用などを行っている。そのためクレは国民政府に恨みを抱いたという。 六甲橋事件勃発後の1937年10月、制定権に日本軍が侵攻してくる。クレサン州は、日本の北品方面軍第一軍司令官、勝木政聖と同学であった関係から、停戦交渉を行った。その結果、停戦はまとまり、クレは、県の維持会会長として、日本軍に協力することになっている。同年12月、大勝都市が、 中華民国臨時政府を組織すると、呉山州もこれに加わった。翌年2月に、維持会が改組され、政定権政府が成立すると、呉は県知事となっている。同年が秋、避難動員公所動員に昇進した。1939年6月、河北省省庁、高領が辞任すると、後が公認の河北省省庁に任命されている。1940年3月、 臨時政府が王朝明の南京国民政府に合流しても、後が引き続き、河北省庁を務めた。合わせて、河北政務委員会委員に任命されている。河北省省庁,庁には、1943年2月28日まで在任した。河北省庁を退いた後に、高等警官学校校長に任命され、中条の位を授与される。1945年。 職を辞し、天津営利科学講師党事長に転じた。日本敗北後、クレ三州は国民政府により官官として逮捕され、北平で収監される。しかし、国民政府において裁判を受けることはなかった。中国人民解放軍が北平を接収して、後に人民法院により審理され、クレは無期懲役の判決を受ける。1949年10月2日、 クレサン州は、がんのため獄中で死去した。去年65、ありがとうございます。